無敵の構え、息遣い、無敵の構え、心づもり。どうも、ジュウリ祭神ホームセンターゾーリンガムです。今回もジュウリ祭 TV は入門講座を行っていきます。ちなみにですけど、この無敵の構えはですね、新しいジャンルが見つかりましたね。これは武道の心得シリーズとなっています。これは決め台詞や必殺技ともちょっと人は違うと。武道をやっていたという場合、この構えなら相手に勝てそうな気がする。そうです、無敵の構え、息遣い、無敵の構え、心づもりです。というわけで、放送をやっていきましょう。今回の入門講座はですね、結構いかにもためになるような題材が見つかりました。最近ちょっと色物な変わった企画が多かったので、本筋に戻ってですね、結構上級者向けでもあります。今回の企画は、意味不明な言葉、意味不明な一句をとことん解明するということです。これをやろうと思ったきっかけはですね、私は最近何気なくいろんな動画を配信してるんですけど、パッと思いついた作品ですね。でそのまま出してます。でそのある作品がですね、全くわけがわからないということで、ちょっとコメントがありまして、でそれを私自身も考えてみたんですけど、困ったことに作った作者にもですね、全くわけがわからない作品になっています。ちょっと言いますとこれです。うわははは、とてつもない動きをしているぞこのドライバー、こういう一句が読めたんですね。でわけわからんということでコメントが来て、で私自身も考え直してみたんですけど、いや確かにわけがわからないんですよこれ。問題はですね、作った作者でもわけが分かりませんと。で、理由としてはですね、これはタダさんに、作者はですね、タダさんに面白いから口ぶさしっただけになります。なので、ただそれだけなんですけど、で、意味が分からないから、もうそれで、もう終わりで諦めようとしていたんですけど、いや、まだそれじゃ早いと。諦めすぎるの早すぎますと。むしろこれはですね、わかるとこまで解明してやろうと思ったんですね。でそのための手段は、普通に人と話しててもわけわかんないことを言ってる人になっちゃいますから、当然、人に対して求めちゃダメです。こんなわけわかんないことは、人と会話をする内容ではないと。それで何を使うかと思ったら、出ました、ついに。辞書。電子辞書。そして、漢和辞典、国語辞典。またスマホの検索機能、Google の力をすべて借りる。Google 社。そしてあらゆる全知全能な漢和辞典、国語辞典をすべて活用します。そしてこの意味不明な、この全く不明な文章を何とかして解明するという企画になっています。実は、さらに続いて、あと2つ用意しています。意味不明な言葉。今まで何回で、これはもう、わけわかんないで諦めようと思っていた言葉をとことんやっています。では早速やってみましょう。わははは、は、とてつもない動きをしているぞ、このドライバー。ということだそうなんですけど、まずなぜ笑い声が出てるのか、そこからまず面食らいますよね。でこれ一応調べたら五音になってます。わっは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 と、ちょうど俳句の五七五の五の部分ですね。だから結構これ五七五調なんですよね。わっは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 で、とてつもない動きをしているぞ、このとてつもない、そうですね。でも基本的にはリズムが五七五なんですよ。わかりますか。なんとなくここが5でですね。5で、こっちが7で。5、7、5と。大体このリズムです。心地よいからですよね、多分このリズムは。リズムに関してはそれでいいでしょう。とりあえず。で、わはははは、を辞書で調べました。辞書にはこう書いてありました。大きく口を開けて、愉快そうに笑う声を表す語。ということです。これはそこそこ納得できますね。その程度の意味でしょうと。とりあえずここはわかりました。笑い転げていると。でその次の言葉が重要でした。とてつもない動きをしているぞ、とてつもない動きをしているぞ、それは一体どういう言葉ですか。で辞書を使います。でそこにヒントが見つかりました。このとてつという文字がですね、どうも重要であると。このとてつはですね、こういう漢字をしている、ちょっと私も知らなかったんですけど、これ辞書じゃなかったら分かりませんでした。あ、とてつってこういう漢字だったのかと。でこの漢字のですね、この鉄の部分が超重要で、これなんだろうって思ったら、わだちだそうです。車が走った後の、わだち。
それは筋道道理を表すと。で、とてつもないっていうのは、そういう私から外れた動きをしているものを表すそうです。知りませんでした。知らないで使ってました。で、とてつもないっていうのは、波外れている、道理に合わない、途方もないことをイメージすると。まあ、その普通の道路がこうあって、みんながこの走ってるこの車の線があったとして、みんながこう習慣的にこう動いてますね。で、とてつもない動きをするやつは、この線を無視して、この砂漠のど真ん中走っていくみたいな、こんな、もうフリーに動き出してますですね。だからそれを意味していると、とてつもないっていうのは。いやー、これでちょっと面食らいました。作者ですら知りませんでした。あ、だからこれはとてつもないという言葉を使ったのと。他の言葉じゃこれは一句として成立しませんでした。とてつもない動きをしている。で、動きっていうのは、なんだという。動きって何？そもそも。で、辞書を使います。動きはいろんな意味ありましたけど、まあ、体の動きもあるんですけど、動作。他の意味もあると。状態、状況の変化、移り変わりを表すそうです。もしかしたらそっちを意味しているのかということになってきました。一見これは車が動いているように見えるんですけど、本当に動いているのは、車ではなくて、運転手の心の動きであると。そうなんです。だから、車はあくまでドライバーが動かしただけで、後の出来事であって、運転手の方が先に心がですね、脱線したということなんですね。わかりますでしょうか？ドライバーが、普通の道路じゃない道を心の中で見つけたんですね。普通だったら絶対この道しかないはずなんですけど、ドライバーの。いわゆる道路ですよね。なんですけど、そのドライバーがもしクレイジーだったら、道じゃないところを道だって気がついてですね、突然この、例えばガードレールを飛び出して、まあ、何ですか、ワープするんですよね。その、道路じゃないって思ってたところを突然ワープして、そこを運転し出すと。そういう人間が発生したということです。わかりますでしょうか？非常に難解なんですけど、そういう一句だということになってきました。で、まあ最後のドライバーですね。まあドライバーは調べたんですけど、これはそこまで深みがなかったです。まあいわゆる運転手ですよ。運転手。まあここは ほぼ変えようがないです。ドライバー、ドライバー。でもこれでですね、ようやく全く意味不明だったこの一句が解けたんですね。何を言ってんだこの一句はっていうことなんですけど、で、捨てろって言われても捨てにくいんですよ。なぜかというと、喋った時にこれ心地いいんですよね。だから捨てにくいんですよ。これがダクで削除してもいいっていうかって話になると、いや、でもなんかこれにしかない魅力があるんですよね。今まで味わったことがない謎の魅力。だから捨てにくいんですよ。それで調べたらこう。で、これは波紋を呼びました。物議を醸し出すと。だから多分謎すぎるからでしょうけど、再生回数も増えてですね。1000回を超えてしまいましたけど、まあ、結局誰も意味わかんないっていうことで終わっちゃってる。意味不明な言葉。で、まあでも今回、謎が解けました。このポイントはやはり、とてつです。このとてつという文字が入っているからこそ、この一句は、やばいと。わだち。みんなが通っているこのわだち。みんなが通ってきたこの道じゃないところ。誰も通ったことないところを突然、まあ、コロンブスですよ、要は。この、最初にやり出したと、道がないところを道だって言って、突然脱線してこう走り出しちゃったんです、そのドライバー。だからまあ、旗から見たらクレイジーなんですけど、でも実はそこに道があるって察知したんですね。道がないって誰もが思ってたところに。で、あとはまあ、コロンブスの卵ですよ。その後を追った人は、もう、初代とは全然違います。2代目、3代目の車はあくまで、それはコロンブスの卵です。ですが、最初のコロンブス。こんなところに道ないだろうって思ったところを突っ込んだドライバー。そいつはですね、めちゃくちゃ大声出して笑ってます。それは楽しいですよ。まさかそんなとこに道があるなんて、誰も思わないよっていうところを、一番最初に発見して、一番最初に爆走したドライバーですからね。まあ、それは笑いが止まらないはずなんですね。ということなんですよ。どうですか？この調子でいくとですね、こんなん意味あるわけないじゃんって思われてるような。まあ、もしかしたらダクとして捨てられる可能性が高い。まあ、これもある人、普通に考えたら、ダクとして削除される可能性が非常に高いんですけど、いやでも、作者の気持ちの方が上ということです。作者が魅力を感じたら、どこまでも追求してください。たとえ周りから全部批判されたとしても、それでも魅力がある場合は、こういう、そうですね、漢和辞典、国語辞典、また Google の力を借りましょう。さすれば、謎が解けるということで。で、この一個をですね、
まあ、試しに分かりやすい言葉で添削してみましょうということになったんですね。これじゃあ確かに分かりにくいから、じゃあちょっともうちょっと解きほぐしてですね、分かりやすい言葉に添削、そうするとこうなりました。添削後、これは心のオフロード走ります。まあそういうことです。伝えたい気持ちはですね、心のオフロードを見つけて、まあ、走りますと。もう道がないところも走っちゃうよということなんですね。うん、でもこれだとですね、月並み区なんですよ。せいぜい月並みです。まあ、周区と言われても、まあ、メイクとまでは言われないでしょう。人の記憶に残らないんですよね、これだと。大したことない。まあ、わかりやすいけど。言ってることは同じなんですよ、これと。うわぁ、とてつもない動きをしているぞ、このドライバー。心のオフロード走ります。やってることは同じであっても、やっぱり表現力の差がありますね。こっちはまあ面食らいますからね。面食らって、まあ、物議を醸し出して、で、記憶に残るわけですね、強烈だから。そうなんです。だからその差なんですよね、多分。月並み行くと、メイクと言ったり、この、やばい句の違いはですね。そうなんです。で、まあ、意味。大笑いするのは心が脱線し、ワープしたからであると。そう。そういうことです。あとは、運転手の運転という言葉が気になりましたね。ドライバーは運転手。で、そこで終わったかと思ったら、運転ってなんだっていうことを調べていたと。辞書を使います。で、運転の意味はいろいろあるけど、巡り回ること、日月時節などが巡り移ることということで、それも運転というらしいです。だから、まあ、道路をイメージしますけど、これだと。まあ、そうじゃないものも運転として捉えていく必要があるのかな。で、その巡り合わせ、まあ、巡り合わせの部分ですね。この運命みたいなもの。ぐるぐる巡ってくる。まあ、クラス、なんですか、クラス替えした席順みたいなもんですよ。偶然巡ってくる、お引越しした時の偶然の巡り合わせ。それを、なんですか、主導権を握ってしまえるんじゃないかなという気がするんですね。ランダムに起きているような出来事。すべてランダム、お引越し。ただの出会い。その運命の運転手になれるんじゃないかと。その運転手になったならば、道路がないって思ったというところも、その運転手は道路が見えちゃってるんですね。誰も知らない道を知ってます、このやばいドライバーは。で、そこを爆走できたらですね、いわゆる運命的な出会いだとか、何ですか、この出会いみたいな部分ですね、出会いの根源にあるこの主導権を握れるんじゃないかなという話になってきます。まあ、なんとも難解です。今回の講座はかなり上級者向けだと思います。多分今までで一番、上級者向けかもしれません。とてつもなく分かりにくいことを言ってますけど、まあそういうことです。じゃあこれでまず1個目の言葉終わりましたね。この時点でかなりハイレベルなんですけど、で次の言葉。また自分の句で意味わかんない句があったんですね。ダクとして捨てるしかないような。全く意味不明な一句を解明。それは次これ。なしごて人間のおざなりとあります。なしごて人間のおざなり。これもですね、作者自身全く意味がわかりません。基本的に全く意味わかりません。でもなぜか捨てられないという謎の現象。これはダクだから削除でしょってなるかもしれないんですけど、ゴミ箱にポイ捨てできるかってなった時に、いやーどうしてもこの国しかない謎の魅力があると気がついてですね。どうしてもこの国しかない魅力があるんだと。それで捨てられなくなっちゃってですね。で、全く意味わかんないものを使ってました。ですが今日ついに、あらゆる辞書を使って謎を調べました。なぜこれに魅力があるのか。ということです。で、まずこれ、なしごて人間のおざなり、3節ですね。まあ3つのグループ分け。で、まあ短い節で、まあ自立俳句っぽい短い言葉で区切ってますね。で、まあ、人間のおざなりっていう部分はわかるでしょう。この、2節、3節。で、一番謎なのがこのなしごてです。なしごてって何っていう話になるんですけど、作者の気持ちを調べたんですね。作者の気持ち的にはこのなしごては、二つの言葉がくっついてるみたいだと。まあ、自分だからわかるんですよ。これ、作者じゃなかったらもう想像でしかないんですけど、一応作者ですから、一応ですね、調べてみたらわかるんですよ、気持ちが。なしごてっていうのはなんとなく、なしとごてをくっつけたい。そんな気持ちで言ったんだと。じゃあ、なしって何ってなるんですけど、なしで辞書を調べたら、いろいろ出てきました。
で、こっちの×のグループはですね、どうも自分の気持ちと一致しないと。例えば、なしっていう、あるなしのなしと、あと死んだっていうなし、あとは食べ物、果物のなし。これはどうも違うみたいだ。で、どうもこのなしっていうのは、こっちを意味する。気持ち、自分のことだからわかります。何かを成し遂げる。なす。そっちのなし。そういう意味でのなしみたいです。だから漢字で表すと、この、こうなるってことですね。なしかなしか。とりあえずここまでわかりました。で、次、後手。なし、後手。後手って何ってなんですけど、でこれも×の方が出てきました。これはあの先手後手の後手。もしくは将棋の言葉みたいですね。あと、後手石の後手。こういう意味ではない。いや、そんな気持ちじゃない。で照らし合わせたんですけど、この後手は多分こっちだと。剣道の小手のことを言いたい、です。本当は、なし小手って言うべきなんですけど、発音しにくいからなまっちゃったんですね。なし後手。小手を言いたいんだけど、剣道の小手。なし後手となりました。で、小手の意味を調べました。それは、指先から肘下までの防具となっています。まあそうです。なんとなくこれ気持ちが合います。これを言いたかったんですよ。なし後手っていうのは。っていうことなんですね。何かを成し遂げるこの小手。それを成し後手って言ってるみたいですけど、もうこの時点でかなり意味不明なんですけど、まあ作者だけが分かっていることです、これは。成し後手。行きました。ようやくここまで分かりました。そうです。で、人間。これも調べたんですけど、まあいろんな意味があったけど、まあこれはそんな裏の意味はないです。いわゆる人類のことですよ。成し後手人間。人類がこう、剣道でこう、小手をやってるんですね、こう。こうやってる。その動き。何かを。で、最後のおざなり。これはどうでしょう、まあ、これもよく知ってる言葉ですけど、あんまり詳しくは知らなかったです。で、調べました。調べると、その場逃れにいい加減な言動をすること。その場しのぎであると。まあ、そういう意味です。これはそこそこわかりやすいですね。ああ、なるほど、なるほど。あと、おざなりには類義語があって、似てるけど違う言葉。これ、なおざりは別語だそうです。なおざりって確かに何か聞いたことあるけど、何か聞いたことある。なおざりはいい加減、真剣でない、深く心に留めない、それをなおざりと意味すると。まあ、おざなりとかなおざりとか、なんか適当にやってる感がありますね。いい加減にこう、パパッとこう、やってしまったと。そういう言葉であると。で、どうですか？これでもう一回読んでみましょう。この意味不明なく。なしごて人間のおざなり。なしごて人間のおざなり。皆さんどうですか？イメージが浮かんできましたでしょうかね。私は浮かびました。まあ、作者だから、なしごて人間のおざなりっていうのはですね、意味的にはですね、この、まあ、適当にこう払いのけた。とりあえずその場しのぎで。そういうイメージです。で、これ添削するとこうです。払いのけたけど、適当です。そうなんです。わかりやすい言葉で言うと、そういう意味の言葉です、これ。まあ、でもこれだとインパクト弱いから、特に誰も記憶に残んないでしょ、これだと。添削したこの言葉で。だからやっぱ強烈なのはこっちですね。なしごて人間のおざなりとなるわけですね。で、当然これはなしごてが何ってなるんですよね。このわけわかんない。まあそうなんですよ。だからなんとか解明しました。で、これは剣道の、剣道シリーズと呼べると。まあ、剣道をやってる人だったら、なんともしかしたらわかる可能性があります。コテをずっと、一年中コテ使ってて、コテで。で、なんとかこう払えなくて、この、その場しのぎ。それこそなしごて人間のおざなり。だからどっちかというと、剣道の試合で負けてる側の気持ちですよね。この、もう圧倒されて敵には、もうなんとか、もうギリギリのところでこの、もう負けそうなんだけど、なんとかその場しのぎでこう払いのけてる。そんな気持ちのことを意味してるんですね。ようやくわかりましたよ、これは。まあこれで、まあこの、全く意味不明だった一句解明されました。まあ作者としては嬉しいです。作者ですらわかりませんでしたから、これ。何言ってんだ、これはもう。全くわけはなかんないけど、まあ、ゴミ箱に捨てれない句ということで。まあでもようやく分かった。これは剣道の試合のことです。剣道シリーズ。一応ここに行きましょう。で、今日は結構長いけど、もう一個あります、さらに。もう一個分かんない言葉があったんですよ。そうなんですよ。ずっと分かんない。それは、私の復習のタイトルです。経験と未来、出ました。で、これも10年ぐらい、全く分かりませんでした。一応名付けたんだけど、意味分かりません。で、まあ、わかんないまま諦めようと思ったんですけど、まあ、今日ようやくやる気が出ました。緩和辞典、国語辞典、そして Google、すべてを使うと。その力を発揮してようやく微妙に出てきました。で、まず、ポイントは経験。経験という日本語は、直接触れたり、見たり、実際に
やってみたりすること、そのようにして得た知識や技術を表すと。また経験、他の意味もありました。理念、思考や想像、記憶によってではなく、感覚や知覚によって直接に与えられ、体験される物事、それが経験ですと。めちゃくちゃ分かりにくいこと言ってます。難しいですよね、今回。上級者向けなんですよ、この話は。何これってなるんですけど。でも、なんとなく言いたいこと分かるような、そんな感じです。経験と未来とくっついてる。で、さらに調べました。で、これは、経験と未来。ポイントはですね、たまたまですね、経験の隣に、経験則っていう言葉が載ってたんですね。あ、これかなと思ったんですね。経験と未来の経験はこれか。経験則。それはですね、船乗りや登山する人が、あれですよ。もう、勉強して調べたわけじゃないのに、わかるんですよね。今日はやめとこうとか、いや、今日はこっちだなとか、分かれ道があったときに、右か左どっちに行くかってなったときに、わかる、あれのことです。それは、1年や2年ではわからない。何十年やった人しか知らない。その経験則。それと未来っていう話なんですね。それが、一応復習のタイトルになってしまいました。全くわけわからんけど、それがタイトルです。で、未来はですね、調べたけど、まあ、これは結構みんなが知ってる未来のことです。過去、現在、未来の未来。あとはまあ、ちょっと今回とは違う意図だけど、まあ、死後の世界とか来世を意味するらしいですね。ちょっと私的にはこの死後の世界のことを喋ってるわけではないです。だから一般的なこの未来のことです。現在の向こうの未来。これからやってくる未来ですね。でそれは経験則と結びついていると。それを言わんとしていると。このタイトルで。どうします？だから、これを添削したら、わかりやすくすると、経験則と未来。こういう言葉で表記されます。まあ、これでも説明臭いから、まあ、インパクト下がります。だからやっぱ、経験と未来の方がインパクト強いですね。基本的にそうですね。説明臭くなると、わかりやすいけど、インパクトダウンなんですよね、桁外れに。だからやっぱ経験と未来でビシッと決めると。で、まあ、こういうことです。言いたいこと。これじゃないかと。未来を知る一番の方法は、経験則ですと。それを言わんとしていると、未来がわかんないから不安になった時にどうするかということで、てっきりこっちに頼ると。この、さっきの、理念、思考や想像、記憶によって、ではなくと書いてあります。理念、思考や想像、記憶によってではなく、そっちをやっちゃ未来は分かりません。逆に、感覚や知覚によって直接に与えられ、体験されるものと、そっちで未来を予測できると。こっちが未来、方法。ということです。そういうことですね。だから、何ですか？そっちの方が、まあ、優れているということ。じゃあこっちは何使うんだって話ですね。理念、思考や想像、記憶によって。この考えるっていうことですね、こっちは。考える力はどっちを何に使うかっていうの。じゃあそれで、こっちはダメなのかっていう話なんですけど、いや、ダメじゃないよっていう話が続くんですね。その考えることはですね、どっちかというと、過去や現在を調べるのに最適です。考えたりするのは、どっちかというとこっちの世界ですね。昔あったことや、今やってることは、これで、まあ、わかるんですよ。まあまあ、わかります、わかります。でも一番肝心な最後の未来ですよね。一番やっぱ大事なの未来ですから、今日が良くても明日最悪だったらもう不安で不安でしょうがないですよね。未来が大事。どうやったら未来良くできるか。そうなんですよ。よく運を良くするってことでみんな必死になりますよね、占いで。そうなんですよ。みんな未来良くしたいんですよ。未来が最悪だったら一番嫌ですからね。今が良くても、今日良くても。だもんで、その最大の方法は、まあ、経験則ですと言っています。経験則を磨きなさいと。気づき上げなさいと。で、これがそうなんです。で、さらにさっき言った分かんないことがありましたよね。感覚や知覚によって。分かりにくいですよ、これ。感覚や知覚によってとか。何これ。感覚や知覚。で、まあ、一般的に言われている言葉に直すと、感受性とかそういうものだと思うんですね。この類義語で出てきましたよ。感覚の類義語。感受性。まあ、センス。そうなんですよ。私が散々言ってきたセンスがいい、センスがいいと、うるさく言ってきましたけど、どうもあれのことみたいなんですよね。だもんで、センスがいい人っていうのは、未来を予知できるということになります。ああ、ついにここまで話がぶっ飛んでしまいましたけど、でもそうみたいなんですよね。なぜセンスがいい人が人気があるのか、なぜ記憶に残るのか、それは未来予知能力が優れているからだと。なんか恐ろしいことになってきましたけど、話は。
で、まあ、感受性センスとか言って言うと、なんかこう天才だけの世界みたいだけど、まあ、一般的に言えば感動でもいいんですよ。ものすごい感動する人。まあ、バツオバショウみたいにですね、あの古池に蛙が飛び込んだだけで感動する人、そういう人のことですよ。そういう感動することに優れている人。で、感動の言葉を意味してみると、感動を住所で調べると、美しいものや素晴らしいことに接して強い印象を受け心を奪われること、まあ、それが感動ですと。で、これができる人ほど未来が予知できますという話であります。そういうことになってます。いやー、どうでしょうかね。まあ、私も今日ようやくこの経験と未来のですね、謎が少し分かって嬉しかったですよ。全くわけわかんないタイトルでどうしようかなって感じだったけど、せいぜいこれは今と未来かなっていうぐらいだったんですけど、うん、もっと出てきましたね、味が。で、なぜその感受性、センスのいい人に憧れるのかっていうのも、どうもこうみたいなんですね。未来、きっとこういうことが起きるだろう。それは多分あの野生動物がですね、あの野生の勘なんですよね、多分。結局野生の勘なんですよ。未来予知能力は野生の勘。動物が地震が来るって分かったら突然逃げ出す、あれですよ。人間には分かんないのに、なんで分かるよって話なんですけど、あれはどうもこっちみたいで。体が気がついて分かると。鈍い人は未来が分からない。でも、分かる。感づく者には分かる未来があると。もしもそれが全部分かれば、まあ未来は幸運を切り開けると。なんであの人ばかり運がいいの？なんであの人、なんで自分ばかり運が悪いのっていう話になるんですけど、それは野生の勘がちょっと衰えてしまったから。野生の勘をさらに思い出せば、さらに思い出せば未来は予知できる。そういうことになってきました。まあ、これでですね、原始人アイドルとかの話も全部くっつけられるんですけど、無理やり。そうなんですよ。まあ、ちょっとどこまでも話が脱線できるので、話がでかくなりすぎてて、未来経験則、まあでもとりあえず未来を知る一番の方法は経験則ですと。まあ、こういう学説をですね、まあ、提示しているということになりますね。どうでしょうかね。あと話は変わりますが、明日ですね、ブラックピンクのジスが、ソロデビューをしますね。これはちょっとドキドキしてます。これもですね、ここなんですよ。このセンスが未来を予知すると、ブラックピンクのセンスはですね、ぶっ飛んでますから、これ見たら絶対影響を受けちゃうんですね。こんなかっこよさ。ティザーで見た時点でやはりちょっとインパクトすごいですから、そこで感動を受けたらまたいろんな人の未来が変わっちゃうと思うんですね、人類規模で。だもんで明日がまた楽しみなとこです。ではどうでしょうかね。では今回の獣医サイク TV を終わります。まあ、皆さんもですね、作者だからこそ、まあ、ダクと言われても意味不明なくであっても捨てがたいものがきっとあると思うんですね。このゴミ箱にしか捨てるような内容は意味不明なく、それをぜひとも辞書もしくは Google 社の力を借りて解明してみてください。あなたにしかわからない、答えが見つかる可能性があります。では今回の放送を終わります。